可愛いね。可愛い。着心地もいいし。うん、柔らかい。はい。ではでは、はい、はい、こちらが袖バルーンニットになります、はい、品番が C-5088 です、はい、はい、お色がみーちゃん着ておりますのが、こちらオクホワイトです、はい、はい、そして手に持っているのがライラックです。ライラック、おしゃれなカラーだ ね、はい、そしていーちゃん着てますのがブラックになります、はい、はい、でこちらは3色展開になっております、はい、はい、お値段いきます。じゃじゃん、2200円、イエーイ、はい、でこちらも12月9日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、じゃあポイントお願いします。はい、これはですね、さっきもちょっと言ったんですけど、うん、結構クラシカルな印象になるなというトップスです。はい、スカート合わせていただくともうめちゃくちゃデートコーデにも、はい、仕上がりますし私のちょっとカジュアルめなワイドパンツに合わせてヒール合わせていただくだけでも、うん、本当にいつもは普段使いしているパンツも結構クラシカルコーデにまとまってくれると思います。はい、はい、で手首がですねここキュンってなってるので、うん、めちゃくちゃ細見えすると思います。であとまくっていただいても、でまくってもらって、うん、このポワンをかぶせてあげるとすごい綺麗なバルーンの感じのお袖の形にもなって、うんうん、手首の細いところが見えてすごい可愛く仕上がります。でポワン袖可愛いけどニット欲しいなと思ってた方とかは、はい、結構アウター問題があると思うんですよね。細身のアウターはちょっと着づらかったりすると思うんですけど、うん、これはそこまで分厚くない感じの生地感のトップス、春先も結構使えそうな感じのトップスなので、ポワン袖やけど結構大概のアウターは羽織れるんちゃうかな。そうだね、っていう感じの生地感なので、肩線ちゃんとなってるので、うんうん、そうですね、はい、なのでポワン袖デビューにおすすめのトップスでございます。はい、はい、ありがとうございます。ね、みーちゃんのパンツはですね、あきこさんコラボの、はい、ものになります。はい、はい、みーちゃんのカラー透けますか。私若干透けてるなと思いました。白のキャミーも着てるんですけど、そうそう、うん、ちょっと透け感はあるかなと思うのでキャミーを着てください。はい、まあ、ベージュとか着るとなんか全部全然見えない感じになるんじゃないかなと思います。うん、はい、はい、みーこさん3色とも欲しくなる ね、 ね、 そうですね。ダイラー作ってあんまりレタスでないカラーの気がしますね。新鮮ですね。はい、あ、さゆちゃんのお誕生日スクショしております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、下いきますね。ポワン袖デビューしちゃおうかな。皆さんぜひぜひぜひしてください。ちょうどいいと思います。はい、骨格ストレート向けのタイトジャンスカと合うかな。タイトジャンスカっていうかな、あれ今日私ジャンスカ着てきたんでそれ合わせてみましょうか、うん、そうよね。ジャンスカのインナー使いとかしてもすごくおしゃれだと思います。ライラック着てほしいでしたら、ね、じゃあ私ライラック次を着てきます。ちょっとカジュアル合わせにしようかなと思います。キャミでニット着たら毎回お洗濯してますか。物によりますね。とか、まあ、その日めっちゃ汗かいたなとかやったら洗おうかなと思うんですけど、あんまりかかないときはあのシュッシュだけしたりとかするときもあります。でもこういう薄いのは私結構すぐ洗っちゃうタイプなんですけど、はい、首苦しいですか。苦しくないです。柔らかいんですよこれ、すごく。ちょっと飛んじゃうんですけど私色があれなのリブで、高さもそんなになくてちょっとモックネックぐらいの感じなので柔らかい。ここちょっと太リブぐらいの太さのここ、これぐらいの細かいリブなので柔らかいです。当たるけど全然苦しくないです。ライラックはラベンダーみたいな色ですか。そうですね、ラベンダーブルーみたいな感じの色だと思います。ちょっと後で着てこようと思います。痒くならないですか。私は大丈夫なんですけど、お肌弱い方とかはもしかしたら痒いかもしれません。なので中に多分これにさらにタートル見えたりしても可愛いと思うので、うんうんうん、面のタートルとかあの痒くならないもの着ていただくと大丈夫かなと思います。はい、はい、これ M3118 っていうので、うん、私の今日の私服なんですけどこれとめちゃくちゃ合うと思います。はい、これ結構タイトめな、まあ、ジャンスカというかここつながってる感じのスカートなんですけど、これ結構骨格ストレートさんにおすすめで、このストラップが細身なので結構キャス上半身が気になる方はあのキャスに見せてくれるのと、一番気になるちょっと体の厚みがタイトで結構カバーしてくれるのでおすすめなんですけど、その相性もめちゃくちゃいいです。かわいい。今こういうタイプのジャンスカなんですけど、こういうちょっとここに着てる感じのデニムのジャンスカとかの合わせもめちゃくちゃかわいいと思います。
んですよ。このジャンスカットもめちゃくちゃ相性いいです。いいジャンスカット、ブラックありましたっけ、やえちゃんさん。ない、ブラックはないですね。はい、一応多分すべてのカラー着用してるかと思いますので、よかったら IGTV に返してみてください。あ、みーちゃんのそのスカート買ったから合わせても可愛い、エッグさんありがとうございます。めちゃくちゃ相性いいと思いますよ。すっごい使いやすい両方。みーちゃんの色は黄身がかってるの、ブルベでも着れるかな。イケナガさん、黄身がかってると思います。結構私が得意な色やなって第一印象で思ったんですけど、でも明るいから、ね、似合わないことはないんですけど、私はちょっと酒用事な色を、ドンピシャで言うとイーブスプリングさんやと思います。ちょっと素人目線なんですけど、はい、あ、しほです、今日誕生日です、かしこまりました、最後歌いますね。あ、みーちゃんの声で可愛い、ありがとうございます。アウター着た時脇ゴワゴワする、一回羽織ってみましょうか。今日1点目にご紹介したアウター羽織ってみますが、あ、全然ゴワゴワせえへん。これは大丈夫だよ、うん、私も最初着てた、あのこれに、あ、そっかそっか、そうだそうだそうだ、じゃん、このアウターの紹介の時に多分みんな来てくれてはると思うので、いけます。これはこれのめっちゃごっつめのニットとか着ちゃうとバルーンの若干ゴワつきは感じられる、あの着れないことはないですよ、これも結構袖口広めなのでなんですけど、これはあのストレスなく着ていただけると思います。はい、みーちゃんの持ってないけど他のジャンスカで合わせようかな、タハッチさん、ぜひぜひ、ここの印象が可愛くって、この身頃のところはあのジャンスカのデザイン邪魔することなくシンプルに着ていただけると思います、うん、はい、本色着てきました、うん、ライラック、ライラックかっこいいこんな感じです。結構パキッとした感じの色なんですよ、ですね、そうなんですごい新鮮かな、可愛い、みーちゃんもいけるかな、どうでしょう、可愛いと思うな。でもなんか私最近気づいたんですけど、うん、ブルベのカラー着るときは明るめ着たら意外といける、う、ね、うん、なんかその多分対極にいるのが冬のカラーなので、うん、はい、それはちょっとさすがに先がちなんですけど、うん、ブルベのサマーさんは明るさで言うと一緒なので、そうや、ね、なのでこれは私は私服でも着れそうかなと思いました、うん、ただこれちょっとブルベ冬寄りな気もする、あ、確かに若干ね、あのあやちゃんとか似合いそう、似合いそうあのパキ、ちょっとパキッと目が、うん、入っているようなブルーな気がします。なんか中間ぐらいかなですかね、うん、でもうわもうこれ絶対着られへんわっていうカラーではないです。明るいから多分みーちゃんも着れるとは思いますけど、うん、うん、はい、ですね、はい、生地感近くで見てみたいです。みーちゃんのやつの方が多分結構ね、がっつり厚手とかではないので、うん、アウターは多分必要だと思います、これからの時期、はい、なんですけど春先1枚で着れたりすると思うので、うん、結構長い期間着ていただけそうやなという感じの生地感でございます。はい、はい、あ、ちゅんさん、私今日誕生日です、ありがとうございます、少ししますね、うん、はい、あ、言うタイミング分からなくて、そうなんですか、全然言ってください、ありがとうございます、はい、ニットも教えていただいてありがとうございます、はい、みーちゃんのスカート骨格ウェーブだけど可愛い、気になる、私も多分これは全然着れますよ、これね、めちゃくちゃ細見えするからおすすめ、うん、大丈夫です、はい、はい、ポリエステルですか、お素材はですね、はい、こちらがちょっと待ってくださいね、ライラックマイマイ似合いそう、あ、似合いそう、確かに似合いそう、マイマイ絶対冬説あるわ、私も素材はね、レーヨン 48%、 ポリエステル 32%、 ナイロン 20% です。で、手洗いでお願いします、これは、はい、はい、うん、今何点中何点目ですか、7点中3点目ですね、うん、3点目でございます、3点目です、はい、はい、中にヒートテック着れますか、私今まさに着てます、着てる、大丈夫、全然大丈夫です、うんうん、着てます、着てます、はい、あ、今から参加です、イーちゃんのデニム気になります、あ、これ可愛いんですよ、めちゃくちゃあったかそう、めっちゃあったかくて、あの裏肝の何やったかな、品番がちょっと、品番見るのでちょっと分かりね、最近ね、出たんですよ、そう、先週最近出たデニムで M の4084っていうデニムなんですけど、裏が本当にあの何毛布ぐらいあったかいね、形がすごい綺麗からね、そうなんです、なのでおすすめ、ちょっとね、私 S サイズ着用してるんですが、長さも結構しっかりあるかな、これは、うんうんうん、ウエストが私ちょっと今あれなのでちょっとキュッとなってるんですけどでももうちょっと頑張ったら
ちょうどいいぐらいだと思います。はい、みーちゃんに黒着てほしいで、オッケーです。ウーロンの小屋かしです。オッケーです、いただきます。はい、黒にデニム合わせが見たいだって。あ、オッケーです。あ、そうです、みーちゃんのジャンスコは M の3118ですね。はい、うん、ガタイよく見えないか問題。ガタイよくは一応まあポワン袖にはなるので、どうやろうね、ポワン袖で結構布の感じがしっかりあるので、ちょっとこう落ちる感じがあるので、そこまで全部は全部多分ここは拾わないと思うんですよね。なのでちょっと落ち感が出ると思うので、普通のもっと張り感のあるトップスとかに比べたら、全然ガタイの感じはちょっと華奢に見える方なんじゃないかなと思います。はい、みーちゃん YouTube 撮った後筋肉痛なんかなりましたよ。もちろんめっちゃなりました。2日後に行きます。嘘やん、私次の日来たで。何してもそうするから。みーちゃん運動不足なんです。ちょっとしてないから。はい、いいちゃんで頑張ったで、小さいデニム、若干ウエストは細身かもしれないです、このデニムは。正直なところストレッチ性がそこまで、ウエストの部分はあんまりないので、ゴムとかないしね、形が。でもその分形がすごい綺麗です。これは裏めっちゃあったかいし、毛布みたい、膝掛けをかけてるみたいなぐらいあったかいです。はい、紹介終わってたらすいません。トップスの空張り知りたいです。トップスは私が今着てるライラックってお色と、みーちゃんが最初に着てたアイボリーと、あと今から黒を着てくれます。はい、3色展開になっております。はい、はい、2200円です、お値段。そうです、ありがとうございます。これはパンツの時アウトしない方がいいですか？全然そんなことないですよ、アウトしていただいても。私結構骨格ウェーブだからなのかが分かんないですけど、結構私ウエストインしがちで、ハイウエストのもの、多分腰位置高く見せたいからだと思うんですけど、アウトしても問題ないです。こんな感じで全部もうバッて長さを出すとこれぐらいありますが、ちょっとこうたるませる感じの方が綺麗に着ていただけると思います。頭通すとききつくないですか？ね、これ結構ここまで伸びるんですよ、伸ばすと、うんうん、なのできつくないと思います。はい、はい、ちょっとナイトブルーめなデニムに合わせてきたんですが、かわいい、大人っぽいね、うん、なんかそこまでカジュアルすぎない印象になってくれると思います、この袖のデザインのおかげで、うんうん、はい、ちょっとこれは在庫ないです、ごめんなさい、ちょっと合わせてるので、うん、です。はい、でイーちゃんが履いてるのはデニムアデダスです、こっちは。はい、はい、うん、はい、じゃあこんな感じで。